就職します。バブル経済の崩壊、とどまることを視野の円高、平成の大不況、それに伴うリストラ倒産、そして解雇。ん？リストラ、ん？うん。その時初めて君は背広という名の戦闘服で日夜戦う企業戦士の本当の資格を得る。うん。就職ゲーム、トレンディードラマって書いてるわ。プレイヤーの名前を決めてください。この野郎。ガールフレンド。黙れ。ライバルの名前。ふざけんな。誰だよ。友人女。まだいる。就職課の女性。どうも。黙れ。おう。この野郎、うん。就職課、少々考えなきゃな。黙れ、やだ。ふざけんな、黙れ。もうなんだかわかんねえや。この野郎、別にいいじゃないか、ほっとけよ。黙れ、そういう言い方はないでしょう。黙れ、どういう意味よ。わけだから。この野郎、おい待てよ。黙れ、そうよ。私はこの野郎を彼氏にした覚えはないわよ。この野郎勘違いするなよ。黙れ、この野郎。ふざけんな。俺は認めないぜ。ふざけんな、この野郎。黙れさん。ああ。この野郎言ってるだろ。ふざけんな、俺と勝負しろ、この野郎。ふざけんな、そうだ、勝負だ。髪を切れ。全然頭に入ってこねえ。黙れ、あなたたち。この野郎。ふざけんな。どうせ就職はしなきゃいけないんだ。うん。黙れ。ふざけんな。せいぜい頑張りな、じゃあな。待ちなさいよ。ふざけんな。この野郎。わけがわからん。この野郎。お。大学の就職か。そんなんだ。ああ、わけわかんねえ。ゲームやろ。これ違うな。オプションメモ、ゴーアウト。ゴーアウト。へえ。この野郎宅。のマンション。は誰？いない。大学に行く。大学どこだろう。就職課、スキー部。へえ。この野郎。どうも。何？なんだ？メニューも何もないな。喫茶店に就職しよう。何も頑張ってない。一休みばっかりしてるわ。入れてくれ。やる気はありませんが、雇ってください。エアーフライト。いいえ、別にまた来ます。全然わからん。どうしたらいいんだ。駅？うん。スキー部。お、こんにちは。ああ。めんどくせえ。おい。おい、待てよ。あ、行っちゃった。家に行く？いた。あら、この野郎。明日？よし、応援してるよ。ビシビシ行くからなって。帰ろう。帰ったら資料見れるか？青。エアフライト ABC 食品、大越百貨店。え、なんだ？外資。エアフライトしか見れん。そんなんでいいの？寝ようか。まだ眠くないよ。本屋。黙れの母。こんにちは、おばさん。お。黙れな、この野郎。はい。この野郎とふざけんな。俺は本気でよ。黙れ。嘘だよー。あはは。黙れ。この野郎のバカ。この野郎、あ、待てよ。出てっちゃった。なんだ一体。ああ。本屋さんの娘。パブ。あ、帰る。帰って寝ましょう。出る。よし。んちに行く。いらっしゃい。はい。おいおい。圧迫面接。メモの用意。え？おう。オッケーオッケー。うん。は？明日？うん。大学行こう。こんにちは。無視。考え事。今年は諦めろ。ああ。スキー部。お、いた。ふざけんな。だそうです。喫茶店。あ、帰って寝ましょう。ラグ全部立てたってことで。はい。こんにちは。いらっしゃい。一日でやれよ、そんぐらい。志望動機と自己紹介。少ねえな。面接のエキスパートなんてなんなくていいんだよ。一回で済みゃいいんだから。電話しとる。すいません。電話してんだろうが。そりゃそうだよな。使用電話じゃねえか、お前。この甘。え？なんだ？うん。あ、そう。お。スキー部行ってみるか？あ、重里先輩。合宿。責任感は強くない。やだ。ダリー、やんねえよ。喫茶店。疲れたから帰る。何にも進んでないぞ。電話。はい。あ、電話だ。はい、もしもし。この野郎は私ですが。お。月曜8日。はい、お願いします。シティロード。はい。喫茶店。8日ね。喫茶店で面接すんの？ただ話すだけか。いらっしゃい。アットホームな職場。短えな。一気にやってくれよ。お、なんだ。あ。別にいいじゃないかよ。早っ。電話。 ABC 食品。はい。おう。9日。え？うん。いらっしゃい。一方的に話されてる。アブ。ういうまね。無口な方。何やお前。あんまりいない。なれない。苦手。仕方ないじゃないか。あら、落とされちゃうか。はーい。電話。あ、電話だ。はい、もしもし。重里、先輩か。何ですか、先輩いきなり。ぶち殺しますよ。マナーには気をつけている。は？ああ。うるせえよ。寝る。早い。また電話。はい、もしもし。百貨店、おい。おい。いいだろう。サザンゲート。8がその辺の喫茶店で90がサザンゲート。いらっしゃい。はい。また電話しとる。嘘つき。こいつルートあるな。お。すごくはね。はい。ふざけんなよ、この野郎。ふざけんな。伝言。あ、行きたくねえ。いやー、行かないよ。でも話進まねえんだろうな。ガタンゴトーン。来ました。アパート。アパート。クソめんどくせえな、こいつ。わからん。ああ、マジ、電車賃の無駄。7日。いらっしゃい。はいはい。え、スキー。じゃあさて、ホビー訪問。15日。15日にスキー。いない。喫茶店、行ってみるか。急いで仕事。わかんない。どうも。帰れ。バカ野郎。なんやそれ。ああ。お。よう暇人。ああ、いいだろう。ああ。7日が終わりそうなので、次回、OB と会う。ご期待ください。